本の住宅メーカーの重役がですね、このように言ってるんですよ。皆さんね、私の持論も日本の住宅は 2x4 なんだなと言ってるんですけど、それで日本の住宅メーカーの重役、副社長クラス、そういう人がね、日本の住宅は 2x4 だって言ったら、何言ったんだろうなと思ったら、いいかい、君君、まずだな、価格は欧米の2倍で、寿命は欧米の4分の1だから 2x4 だって分かりやすいですね要するに欧米より8倍高いということなんです。調べてみるとその通りなんです。日本の住宅の寿命が26年でイギリスはなんと、イギリスは141年ですからね。アメリカですら107人ぐらい、まさに 2x4 なんですよ。はだからドイツから来た、建築会社の人がね、ドイツから来て、で日本は経済大国で、それから文化大国で、さらに技術大国だから、日本には素晴らしい住宅があるだろうと思って来て、個人会社だったんですよ。ああ、ちょっとオーマイゴッドじゃねえな、ドイツ人なんて言うんだろうな、いいヒリベじゃねえな、いいって言ったんだね。要するに、ああ、オーマイゴッドじゃないな、なんてすることになってきたって言って、それで日本には断じて住宅産業は存在しない、日本に存在するのはバラック産業であると言って奮然として帰っていったそうです。まさにそれほどまでにお粗末極まりました。塩化ビニールクロスで、塩化が取れちゃってビニールクロスになった。おかしいで、こっちはプラスチックでこっちは布なんだ、どっちが嘘ついてる、こっちが嘘ついてる、お前これも消えちゃったから、クロスが残っちゃったから、どうしようもない奥さんクロス仕上げにしましょうってみんな頼まされる。ホームテンの上にクロスで信じ込んでる。奥さん素敵なうちですから、床も壁も天井も全部クロス仕上げにしましょうってお願いしますってあるんですね。奥さん素敵な住まいだから、床も壁も天井も全部ビニール張りにしましょうって言ったら、やめてくださいってなるわけでしょ。だから漫画、これを誰も指摘しない。対流熱、すなわち空気を温めて、その温めた空気を回せばいいと思ってる。ところがもう一つ、こう放射熱ってあるわけ。これは私電磁波の問題に本書いてるから分かりますけども、結局氷点下0度寒くてもダルマストーブに当たると暖かい。そのように空気は氷点下でも暖かい。なぜですか。放射熱をダイレクトに放射されるわけです。でさらに赤外線が、遠赤外線、赤外線が遠ざかっていくと、手のひらから奥の方まで赤外線が入っていく。だから体の芯まで温まって、石焼きも、なぜ石で焼くわけですか。火で焼いたら表しか焼けない。石を一回焼いて、その石から遠赤外線を出すことによって、石の中までその熱が取る。だからふっくら出る。これが遠赤外線効果。この逆が起こるってことに誰も気がつかないっていなかったってこと。何考えとんだから日本の建築は。それは要するにこういうことなんですね。このコンクリートの地帯があるじゃん。すると、たぶんコンクリートって熱伝導率が極めて高い。だから熱をどんどん奪っちゃうんです。だからこの冷たい、ここは冷たい、人間の方は温かい、ここからその芯から熱を奪ってしまうんです。これが冷伏した方、冷伏したいですね。逆にこっちが温かければ逆に熱をいただけるんです。ゴン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 どんどんで、こちらからこう外は寒いと、こちらにどん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 熱を逃げていっちゃうんですね。これが冷却作用。こういうことを建築家の話とかあるのって、話す以前に知らないんですから。日本の建築家それなんでこんなこと起こるのかって、要するに教育の欠陥ですよ。これが私一番最初、これで私びっくりして、これがコンクリートストレスを考えるきっかけとなりました。これは静岡大学、東京大学の合同研究で、生まれたての赤ちゃんをコンクリートの巣箱、ネズミの赤ちゃん、それから木の巣、あ、ごめん、金の巣箱、それから木の巣箱で育てた。で、生まれたてのネズミの赤ちゃん100匹と思ってた。コンクリートの巣箱、あとはね、全部同じ屋内でやったから、空気も温度も湿度も餌も敷き穴も全部同じ。違うのは巣箱、すなわち建材の素材だけの違い。そして
コンクリートの砂漠はなんと驚くなる。例えば100匹のネズミの赤ちゃんいたってバタ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 、あれはバタバタバタ死んでいって、なんと 7% 7匹しか生き残って93匹死んだって。木の金の巣箱は42匹生き残って、59匹が死んだ。ここでは85匹生き残った。だから木の巣箱コンクリートの12倍ネズミの赤ちゃんが生き残った。これは静岡大学と東京大学の先生方びっくりして、あそこの方だ。で先生にいろいろ聞いてみたら、おそらくこれは耐熱をコンクリートが奪ったから、はっきりと。それで特にネズミの中に汗をかいた。で冷たい、冷たいコンクリートのような腹がわしだと思ったのはね、それでバタバタ死んでいった。ネズミのこう巣箱を作って、ここに餌場と水やって、ここでここにその例えば水を引くわけですね。でここはコンクリート。でネズミちゃんはどっちに行くかなってこう調べるわけですね。するとこれはコンクリートと杉です、ね、動物は生存本能で行きますから。でさどっちかってもう置いた瞬間に言うなってわーって全部こっちに逃げるわけです。20時間近くこっちに実感も来ないんだよ、このコンクリートに。だから明らかに杉の方がいいったんで、ネズミでも分かってるわけ。人間ネズミがなんでこうにみんなと住まわせるんだよ。下には下がる。コンクリートとアルミニウム全部コンクリートに逃げる、うん、アルミニウムはもう骨の髄まで冷える。1000倍ですから、熱伝導コンクリートは100倍、木の100倍ぐらいです。だからもうその方すごい。だからコンクリートの床なんてのはまたもうそれはもうもう世界だから、それはもうまずコンクリートの言い方を言えた。サダム・フセインかキム・ジョンイルそこに来たこんなデータあるんだから、あんたこれ使わんないっていうね。ネズミは一番正直に示してるわけでしょ、うん、それを使えばいいじゃないですか。その学校建築とか病院建築、そうです、ね、今日本の悲劇ってのは完全に情報空洞化ですね。プロほど知らない、専門家ほど知らない。その何も知らない専門家は決定してるから、もうそうです。太平洋戦争末期ので小泉総理は典型、何も知らない、全くそう。オペラの方に詳しい。改革なくしてる。失礼しました。美人の余裕ありません。それはそうだ。それしか知らないんだからね。バイオロジーっていうね、建築学とバイオロジーっていうかさ、生命学ね、とそれから建築学が合体してね、バイオロジーっていうね、その建築生命学っていう学問が起こったんでね。それから建築家は生理学を学ばなきゃいけないよということですね。だから人間のその体温とか湿度とか人間の心理学的な問題とかそういうものを学ばない、要するに住まい建築は生命の入れ物だと。だから生命を理解しないと入れ物ができんでしょ、当たり前のことなんだよ。そこでドイツはその健康経済自然経済の先進国になったわけですよね。で屋上緑化とかね、もうそれはもうその全部がそれはそれだから、オーガニックっていうね、有機という発想がその生命と物質をその結びつけようというそれからパーマカルチャーってよく言いますけども、要するにサステナブルというか、木村社長言ったようにその今この会じゃなくて孫子の代まで引き続きその豊かに引き継いでいけるものを作っていこうよって、それをパーマカルチャーっていうその感覚なんですね。だから特に北欧はそういう思想的にも哲学的にも技術的にもね、非常にその進んでるわけです。だから大人ですからな。で日本はなんとパトちゃんの世界なんですよ。お子様ランチなわけですよ。だからこの格差っていうのはね、これから経済力、文化力、ね、国力の差になっていくんですよね。それから知的なその要するに知性の差にもなっていくわけです。だからそれは悔しい。だからそういう面でも我々はその消費者や市民がね、もうそれやっぱ学んで自分のやっぱり言わなきゃあかんですよ。だから今専門家ほどそう言うんですよ、偉そうにね。原発安全ですよね、テレビしようって。だからそういうぐらいに日本はプロとアマがひっくり返っちゃった。アマチュアリズムは実は非常に自由な発想とスタンスを持ってるから逆に一番強いわけですよ。だから我々はそのアマチュアだから素人だからって遠慮しないで、素朴な思い、獅子の思いを言わな。